モーニングジャム。トリフォおもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。大分県くす町に手ぶらで楽しめるキャンプリゾートパークパラディッソ大分、はい、すみません、冬休みいかがですかっていう話をしていたんですけれども、実はね、12月1月2月、はい、くす町ってやっぱ雪すごいんですよ。あ、そうですよね。そう、それでね、冬のお休みっていうことだそうです。はい、失礼いたしました。失礼しました。でね、なんかもう遊びに行ったんですっていうメッセージ届いてたんで、うん、そのメッセージいただいた方にはですね、ちょっとしたものを送らせていただきたいな、はい、もう大変失礼いたしました。申し訳ございません。はい、パラディッソ大分、はい、またね3月になって遊びに行っていただければなというふうに思います。そうですね、ドロームービーの世界大会なんかもありますからね。はい、で、この手ぶらで楽しめる、パラディッソ大分にレストランが入ってるんですね。それがアジュルルナ、美味しいランチコースいただけるんですが、そのランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、はい、好評なんでね、6食セットにしましたよっていうことで、はい、これを対象商品でプレゼントしてます。そうなんです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日は、あ、そうそう、それからね、冬のうどん祭り開催中。もう考えたら、はい、あとどれぐらいだっけ、あと2週間切っちゃった。いや、そう、年末年始を挟んで冬のうどん祭り、笑う門には茎なる祭りもあと2週間切っちゃったんですよ。はい、カレンダーもね、はい、いろんなお店でなくなってますけれども、うん、買える店舗はね、ウエストのホームページ、はい、ジャムのホームページのブログから飛べるようになってますんで、まあ買える店舗はここにありますよっていうのがホームページに記されてますんで、カレンダー先に買って、うどんはまた後でっていうことでも大丈夫です。そうですね、1年頑張った自分へのご褒美、贅沢うどん、肉エビ店のパワフル福来たるうどん、はい、これはもうやっぱね、31日は年越しそばで楽しむっていう、そんな感じになるんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さんぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今日はね、そうだな、こちら、男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。今年も残すところあと1週間を切りましたですね。街中はにぎわいを見せてます。先日忘年会だったんですが、帰りの電車の中で去年の出来事を思い出しました。去年の年の瀬、やっぱり忘年会の帰り、北九州モノレールに乗った時の話です。もうすぐ発車するというタイミングで、向かいの席に姉妹とおぼしき30代半ばの女性2人が座ったんです。まだまだコロナが落ち着き始めたばっかりで、皆さんマスクしていたんですが、マスク越しにほんのりほっぺたが赤いのが分かります。うーん、あー、この人たちも忘年会楽しんだ帰りかななんて思って目を細めて見ていました。やがてドアが閉まってモノレールが発車すると、若い方が、姉ちゃんやばい、もうダメ、おいおい、まさかまさか、姉ちゃんと呼ばれた女性は手に持っていたビニール袋をひっくり返して中身のリンゴとみかんを放出するや否や、妹の口元に。素晴らしく素早い対応、後の状況はご想像通りでリバースでもお姉さんの素早いとっさの行動のおかげで電車の床は汚れることはありませんでした。ただただリンゴとみかんだけが無情にも転がってる。周囲の乗客が見て見ぬふりをする中、困ってる人は見捨てておけない性格の私、うん、果物を拾い集めて、その姉妹のもとに、そこに救世主が現れたんです。私と同世代のおばちゃん、女優で言えば阿木竹城さんと泉ピン子さんを足して2で割ったような元気のいいおばちゃん持っていた安っぽいカバンからスーパーのコンビニ、あ、スーパーのビニール袋を取り出して安っぽいカバンからってもひどいですよね持っていた安っぽいカバンからスーパーのビニール袋を取り出して、これ使いと差し出してくれたんです。おー、楽しい。私も両手いっぱいのリンゴとみかんどうしようかと思っていたところだったので、ありがとうございますと礼を言うと、おばちゃんは私に向かって、あんた飲ませすぎたんやろ、
しっかり面倒見てやるならつまらんよ。おい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 、俺は関係ないし。さらにおばちゃん、ビニール袋を立て続けに2つ3つと出しながらなんでそんなに持ってるんですか。わからない。それがおばちゃんなんでしょう。これ持っとき、第2波第2波第3波が来るっちゃ。うちの旦那がいつもそうあるけん。いいですね、経験豊富。この北九州の。これ持っとき、第2波第3波が来るっちゃ。うちの旦那がいつもそうあるけん。これには知らんぷりしていた周りのお客さんも笑ってる。マスクしてても目が笑ってる。てか手伝えよ。いやおばちゃん最高。当の姉妹とおばちゃんはしばらくして先に降りていきましたが、なんとなく場が和んで温かさが増した車内でした。あの切符のいいおばちゃん、今も元気に酔った旦那さんの面倒を見てるのかな。なんて思い出しながら微笑んで帰りました。すごいね、思い出す記憶がそれっていう。いい ね。この北九州の何とも言えない、ね、またあのさ、モノレールからね見下ろしたらさ、旦過市場とかがあってさ、いいですね、なんかあの風景がいいんだよね。ちょっと高い位置から見下ろせますしね。まあ福岡の柳橋もそうだけれども、ああいうこう商店街、はいね、柳橋はやっぱりこうね商売してる人が多いんだけど、やっぱこう北九州の旦過市場っていうと、なんかほんと小倉の台所だよね。そうなんですよね。で、うん、で一番南側にね、はい、旦過うどんがあってね、そこでおでんをちょっとつまみながら。あ、そうなんですよ。あのおでんの美味しそうなことね、うん、さあそれからね、もう一ついけるかな。誠さん、中島あっちゃん、おはようございます。おはようございます。つい先日会社で同僚がジャケットを着てくるのを忘れてました。うちの職場サービス業、制服はなく、いわゆる自前のビジネススーツを着なくてはならない。冬はジャケットの上にコート着て出勤するから、ついつい着るのを忘れてしまうってことがたまにあるんです。私は出勤前声を出して指差し点検するから、そんなうっかりはないんですけど、この前、あ、その日は上の人に報告して他の人にカーディガン借りてもらって、その場をしのいだみたい。まあ、会社の人がそういうことをやったってことですね。この件があって思い出した高校生の頃の話。自転車通学していた私、その日あいにく雨がっぱが来て通学し、自転車置き場に自転車を置いてカッパ脱いでいたら、同じクラスの男子が登校してきて、私の隣で同じようにカッパ脱ぎ始めました。くだらない世間話をしながら脱いでいたら、男子が急にあーっと大きな声を出したんです、うん、私はびっくりして男子の方を見たら、なんとカッパの下は下着のパンツ。え？そう、彼はパンツの上に直接カッパのズボンを履いてしまっている。学生服のズボンはなし。思わずキャーではなく、おーと。私、男子は慌ててカッパを引き上げ、悪いけどジャージ持ってきてと頼んできました。無事ジャージを履いて事なきを得たんですが、担任はもちろん、いろんな教科で先生が変わるたんびに、なんでお前はジャージ着とるんだってずっと朝から一連の流れを説明。6次元目が終わる頃、説明する男子本人はもちろん、クラスみんなハキハキしていました。元気してるかなって書いてある。元気してる。なかなかないよね。すごいの忘れてきましたね。ええ、カッパで言うとね、面白い話があるんですけれどもね、はい、いや時間があるかなって思って聞きたいですね。いや一度ね、はい、海の中道にライブ行ったんです、夏だったんですけど、土砂降り、その海の中道にライブやるっていうことで食堂入ってご飯食べ始めたら土砂降りだったんですよ。夏の夕方の土砂降り、あーひどいですもんね。何にも持って行ってないから。あ、カッパ持って行ってなかったんですか。で俺は会社の後輩と2人で行ってたんですけど、そしたらあのイベンターの人がたまたまそこでご飯食べて、で中島さん、あのカッパ着てくださいって。でイベンターのカッパだから上下別々の、すっごいいいやつで、もう完全防備、私はもうあの傘持ってますんで、あ、すいませんって。こっち2人なんですよ。えでね、会社の後輩と一緒に行ってるから。でも俺はそういうのを一人で着るのはもうどうしようもないっていうことで、上を俺が着て、後輩は下
って土砂降りの雨の中下が後輩は拒んだんですよ、嫌だってでも俺の気持ちがそれじゃダメだって、俺だけ助かるわけにはいかないっていうことで結果助けてないですからジーンズ無事だったっていうわけのわからないことになっちゃってました。モーニングジャム